以後第34潜水艦。以後第34潜水艦。以後第34潜水艦。旧時代、以後第34潜水艦は、大日本帝国海軍が運用した、15型潜水艦、巡戦オツ型の15番艦。当初は、以後第43潜水艦と命名されていたが、1941年。 昭和16年11月1日に以降第34潜水艦と改名されている。1939年、昭和14年の第4次海軍補充計画、丸4計画によって建造が承認され、1941年、昭和16年1月9日、佐世保海軍交渉で起航9月24日、浸水。1942年。 昭和17年8月31日春行。春行と同時に、クレチンジュフ席となり、イ35、特設潜水母艦万寿丸、大阪商船、7266トンと共に、訓練部隊である、クレチンジュフクレ潜水船隊を編成た。11月15日、第5艦隊自家卒となる。28日、イ34は、クレを出港し、12月1日に、 大港に到着。二日、補給物資を搭載して、大港を出港し、10日に、キスカに到着。輸送物資を下ろした後出港し、ニア諸島北方沖を紹介。二十三日に、ニア諸島南方沖に進出。二十六日、紹介海,海域を離れ、1943年、昭和十八年1月1日に、バラムシルに到着。六日、 前線視察に向かう陸軍省軍務局下員、岩越新六中佐を乗せて、バラムシルを出港し、9日に、キスカに、11日に、アッツ島に寄港し、15日に、バラムシルに到着して便乗車を降ろした。20日、輸送物資を搭載して、バラムシルを出港し、25日、キスカに到着して、輸送物資を降ろした後出港。26日、アムチトカ島。 コンスタンティンワンを偵察。29日、ニア諸島北方沖に進出。2月13日、ニア諸島南方沖に進出。23日、アムチトカ島の飛行場を戦防協偵察。その後、駆逐艦4隻を発見するも攻撃に失敗。その後第452海軍航空隊のコンスタンティンワン爆撃の無線誘導を行った後、24日にアダック島。 アッツ島を偵察する。25日、紹介区域を離れ、3月2日に、バラムシルに到着。4日、イ34は、バラムシルを出港し、セミチ諸島北方沖を紹介。12日、紹介区域を離れ、18日に、横須賀に到着して、整備を受ける。4月1日、第6艦隊第1潜水船隊第15、潜水隊に編入。 25日、イ34は、横須賀を出港し、28日、大港に到着して、輸送物資を搭載し、5月初めに出港。8日、キスカに到着して、輸送物資を下ろした後、12日に出港。13日、アッツ島の戦いを支援する、米戦艦ペンシルベニアを護衛していた、米駆逐艦が先行中のイ34をソナー探知し、爆雷2発を投下。 爆雷攻撃を受け、E34 は退避を開始した。1530、フェルプスは E34 を再度ソナー探知し、爆雷9発を投下。その後、米不設駆逐艦が、ドラム艦が海面に浮かび上がったこと、少量の重油が浮遊していることを報告してきた。これは、爆雷攻撃により、E34 の甲板からドラム艦が外れたためだと判断されたが、 イ・三十四はそのまま離脱に成功した。二十九日、バラムシルに到着。六月初め、イ・三十四は、第一機キスカ島撤退作戦に参加し、九トンの弾薬と五トンの食料を搭載して、バラムシルを出港。九日に到着して、輸送物資を下ろし、海軍兵士九名、人足七十名を乗せて二千十五に出港。十三日千九百に、 バラムシルに到着して便乗車を降ろした後、特設運送船低用丸、日東汽船9850トンから給油を受ける。17日、輸送物資を搭載して、バラムシルを出港し、キスカに向かう。21日、作戦中止を受けて反転し、22日1200にバラムシルに到着して、輸送物資を降ろした。十八日、低用丸からの給油を受け、 7月2日に、第2期キスカ島撤退作戦の支援のためバラムシルを出港。8日、アムチトカ島、コンスタンティン湾港沖で、米駆逐艦に発見されて追跡され、爆雷攻撃を受けるも退避に成功。10日、キスカ東方沖に進出して、第2期キスカ島撤退作戦の支援を行う。16日、キスカ北方沖に移動。23日、バラムシルに到着。 24日、バラムシルを出港して、29日に、クレに到着。その後神戸に移動し、整備を受けた後クレに戻った。10月13日、イ34は、第三次使い潜水艦として、クレを出港。作戦中の暗号名は、モミ。22日、シンガポールに到着。11月4日、鈴、タングステン、生ゴム、薬用アヘンを搭載。 鈴のインゴットはバラストとして E34 の艦艇に挿入され、生ゴムは梱包されて木製甲板の下に積まれた。タングステン棒は居住区に積まれ、薬用アヘ平入りの木箱は航空規格納刀に収められた。搭載完了後潜水試験を行ったが、搭載した貨物によりトリムが安定せず、急速線工事の障害になることが分かったため、出発が遅れた。このため、 三菱重工業の技術者2名を含む乗客5名は先にペナンに移動し、同地で E34 に乗り込むこととされた。11日早朝、三菱重工業の技術者2名を含む乗客5名を乗せてシンガポールを出港し、ペナンに向かった。13日により待ち伏せをしていたエイセンが14ノットで、浮上構想中の E34 を発見し、0730、 2. 巨雷6本を発射。うち1本が司令塔後部直下に命中し、E34 は沈没した。沈没後、全部兵員室にいた乗員20名が艦内に閉じ込められたが、沈没した海域が浅みだったためハッチの解放に成功。14名が脱出に成功して、現地のジャンクに救助された後、夜にペナンに上陸した。 艦長の入江ール救済課上院84名、戦士。沈没地点は、ムカヘッド東大北西10里地点付近。1944年、昭和19年1月5日に除籍された。三3 4は、英軍潜水艦に撃沈された、最初の日本潜水艦である。戦後の1962年、昭和37年12月4日、三3 4は、 シンガポールのサルベージ会社により扶養され、解体された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。